ごきげんよう、ダナラと申します。この動画アップの段階でおそらく10月3日開催予定の CL 福岡直前になるんですが、当日はいつも通り公式での配信タクもあるとのことで、現段階で大会での活躍が期待されるデッキタイプとその特徴相性っていうのを僕の主観で一通りまとめておこうかなという、そういう動画になります。ただ紹介するにしても、まあぶっちゃけ数が多すぎるんで、今回は個人的に今注目度の高いデッキっていうのを厳選して紹介していきたいと思います。ちなみに今回僕は参加権利がないためお留守番になるんですが、まあたまには選手としての立場を離れてね、久々に高見の見物としゃれ込みますか。嘘です、本当は出たかったっす。当日僕と同じくお家で配信卓を見て楽しむ皆さんに向けて予備知識を提供できれば幸いですし、当然僕以上に練習はされている方がほとんどだと思うんですが、一応選手として出場予定で、僕のチャンネルを見てくださっている方にとっても思考を整理する機会になれば幸いです。個人的に注目度の高い順に紹介していきます。じゃあ行きましょう。一つ目、三振バレット。最近では三振ザシアンというよりかは三振バレットという言い方の方が適切ですかね。数ヶ月前は下火と思われていた三振なんですが、この時期になってなんと今めちゃくちゃ流行ってます。最近の三振の特徴としては、なんといっても幅広いタイプのアタッカーが採用されており、様々な相手の弱点をつけること。特にキバナやガラルファイア V の存在によって、三振がアルティメットレイにたどり着けず倒されてしまっても、アタッカーの息切れが少ないことが挙げられます。最近になって頭角を現したエレキブラスタークワガノンにも一定の勝率があるという点が個人的に熱いポイント。レギュレーション変更により間もなく使えなくなることが予想される三振なんですが、最後にここまで注目されているのがかなり熱いですね。このデッキ基本的にはどのデッキにも一定の勝ち筋があり、明確な弱点っていうのが現状あんま存在しないんですけれど、それゆえにミラーが多発する可能性が高いのも事実。ミラーでね、後手を取ってしまった時のプランをしっかりと考えておく必要がありそうです。まあ大体リセットスタンプでお祈りになりそうですが。二つ目、コクババドレックス VMAX。 こちらも三振と同じく少し前までは見かけなくなっていたデッキなんですが、最近になって比較的有利な連撃ウラオスや三振が戻ってきたことを受け、再び数を増やし始めているデッキ。ゲンガー&ミミッキュの GX 技で時間を作り、場にエネルギーを一気に溜め込むことで一方的に相手を踏み潰せる点が強力。またミュウミュウやオーロット&ヨノワールなどでハンデ数回復といった戦術も取れるほか、自らで頂きへの雪道を張って相手の動きを止めた後、マーシャドウのリセットホールを出して無理やり自分の番に剥がして動き出すといった荒技も可能。弱点である悪タイプに抗う術がホラーハウス GX からテンポ勝ちする以外になかなかないのがネックなんですが、そこさえ避けてしまえばデッキパワーは間違いなくトップクラス。続いて白馬水君。このデッキは非常に安定していて、最近では常に警戒するべきデッキタイプではあります。特性技すべてが高水準な水君 V で攻撃しつつ、裏工作ラインでその場その場で必要なカードを用意し、水君では出せない火力を出しつつ弱点分散の役割も持つ白馬が存在する。個人的に見ても本当に隙のないデッキタイプと言えます。裏工作ラインの存在が本当に大きくて、このデッキを相手にすると高確率で終盤に雪道リセットスタンプが飛んでくるので、このデッキの攻略はなかなか難しい印象があります。ただこのデッキも一度コクババドレックスに盤面を作られてしまうとまくる手段がなかなかないっていうところと、最近出てきたクワガタにも結構苦労しそうな印象があります。続いてミュウ VMAX。 前回の CL でも活躍はしたんですけれど、依然として数が多いと予想されます。先行を取った時の制圧力っていうのが本当に半端なくて、ゲノセクトの存在によって終盤も手札を大量に引けるので息切れする心配がないのが特徴。ウィークガードエネルギーを問題なく大量投入できるため、悪タイプにも一定の勝率がありますが、ヒー V のクワガノンなどには結局不利を取るデッキではあります。どこまで行ってもクワガタがちらつくこの環境。そして4つ目がエレキブラスターのクワガノン。前回の CL で世に解き放たれて以来、日本中で季節外れのクワガタが飛び交う異例の状況となっています。二進化特有の不安定さをまるで感じさせることなく、一度動き始めると毎ターンベンチでもバトル場でも好きな場所に200ダメージが飛んでくるバゲモン。逆にクワガタ V の方から飛んでくるグッズロックに苦戦するほか、三振に先手を取られるとかなりきつい点、それから連撃ウーラオスに盤面をまとめて破壊される可能性がある点など弱点も結構多いんですが、その他の大型ほぼ全てには有利なデッキと言えるでしょう。何より回してて楽しいっすね、このデッキは。そして2つ目のヒー V として連撃テンタクル。クワガノンに続くヒー V デッキとして筆頭に上がるデッキです。最近では終盤の相手からのリセットスタンプをケアするために連撃チャーレムやクイックシューターインテリオンなどを採用し、一旦で複数枚のサイド獲得を目指す方も主流となっています。クワガノンと同じく大型にサイドレースで強い点がメリットではあるんですが、クワガノン対策で採用されるグッズロックや連撃ウラウス、三振の影響をこいつももろに受けてしまうっていうのが悲しいところではあります。
そしてここに来て連撃ウラオス。前回の CL では登場したばかりのミュウがあまりにも強くて使用者が少なかったデッキではあるんですが、最近になってまた数を増やし始めているデッキです。同じく最近台頭し始めた三振に一定の勝率があるほか、猛威を振るっているクワガノに対して巨大連撃で場を制圧しに行ける点がメリットと言えるでしょう。しかし未だに一定数のシェアがあるミュウであるとか黒馬に対してはジラーチ GX なんかを入れたとしてもほぼ無理ゲーを迫られる点がネック。疾風好きなど等エネルギーに重きを置かないのであればガラルファイヤー V などを採用した悪型の連撃ウラオスなども候補になるでしょう。そしてこいつは入れさせてください。無限大の VMAX。 もう自分で言いながら笑ってもてるけどね。このデッキ今注目してるのワンチャン世界に僕くらいしかいない可能性もあるんですが、去年から何回言ってるか分かんないんですけど、このデッキの魅力はいきますよ、せーの、安定感、それから先行を取った時の制圧力、この2点。特に今は圧倒的有利な黒馬、それから構築によってはまあかなり有利な三振が増えてきたのが追い風と言えるでしょう。クワガノン相手にはまあ圧倒的に不利に思えるんですが、ガラルマタドガスの特性によって相手の裏工作を許さず種を倒しきれる可能性なんかもあるので全然やれる位置にはいると思います。まだ CL で優勝したことがないデッキなんでね、誰かこいつにてっぺんの景色見せてやってくれよ。さあ今回紹介するデッキも残り少なくなってきました。ルカメタザシアンザマゼンタ。このデッキも今個人的な感覚ではじわじわとまた使う人が増えてきたような印象がありますね。 VMAX 相手にはザマゼンタで居座り、それ以外にはザシアンで戦い、ルカメタのエネ剥がしでテンポも奪えるのがこのデッキ。最近では新しく出たスタジアム結晶の洞窟とマウアンド水蓮で相手の攻撃を受け切り、じわじわと追い詰めていく方が多い印象があります。っていうかこのデッキ実は使い手よりも相手にした時の方がめんどくさい印象で、ルカメタ相手を心得ていないといつの間にか負けていたっていう事態もしばしば。相手にしたくないデッキナンバーワンという人も多いんじゃないでしょうか。ちなみに俺も相手にしたくないです。ただ一撃の火力が大きい青天井系のデッキには比較的弱くて、最近は黒馬の存在が若干ネックであり、三振相手も相手のプレイ次第で不利になってしまうので、このデッキを選択する際は十分な連動が求められると思います。あ、ごめんなさい、俺が上手いってわけじゃないんですけどね。そして尺の都合で最後になるんですが、レックザ VMAX。 発売当初こそ振るわず主に僕からよくネタにされているデッキなんですが、実は最近使用者が増えてきています。最近のポケモンカードって結構弱点である相手には一方的に負けてしまうマッチアップっていうのが多いんですが、レックーザはドラゴンタイプなので弱点抵抗力が存在しなくて、その相性ゲーから抜け出しており、誰に対しても効果力を押し付けられる点がメリットと言えるでしょう。モココのエレキダイナモでエネ加速する方が今は多いんですが、自然にクワガノン V を採用できるので非 V のデッキに対してグッズロックで追い詰める戦い方ができるのが強力でしょう。とまあざっくりですが、個人的に注目度の高いデッキはこれくらいになります。他にも一撃ゲンガーであるとか一撃ウラオスであるとか、あとはアクパーフェクション、それから最近はサンダース VMAX などもね、結構使用者が比較的多いと言われています。当然これ以外にも予期せぬデッキが活躍する可能性が十分にあるので、 CL 福岡に向けた予備知識として捉えていただけると幸いです。前回の CL と違う点として25周年アニバーサリーのカードが追加されているので、ミュウであるとかルナーラであるとか、あとはピカチュウユニオンであるとか、新しいデッキタイプの登場にも期待しておきましょう。話せば話すほど自分が福岡行けないのが虚無になってくるわ。まあ当日どんなデッキが流行るのか楽しみですね。バイバイ。